を代表しまして、第一ネットワーク松坂代表の東村よりご挨拶させていただきます。ありがとうございます。改めまして皆様おはようございます。おはようございます。今日こんないいお天気になって、もうなでしこも喜んでるし、皆様の心の皆さんもすごく映えるなと思って、とても嬉しく思っております。このなでしこのお祭り、今年で11回目を迎えまして、年々皆様にこのなでしこというお花を知っていただいて、どんな花祭りっていうのがもうこんな花祭りというのにしてもいいんじゃないのっていうのがたくさんの方に知っていただく機会をこんな風にして皆さんと共に11回続けてくれたことを嬉しく思っております。初年はですね、街中になでしこ発祥の地、この町にもスタッフを設けていただきまして、産地化保存会の方と私たちこの松坂なでしこを皆さんと一緒にさらにまた来年再来年と知っていただくようなこういった優しい女性のお祭り続けていきたいと思っております。じゃあ改めまして皆さんおはようございます。おはようございます。今日本当に素晴らしい天気のもとですね、こうして、松坂なでしこどんな花祭りも11回目ですね、開かれますことを心からお喜び申し上げます。昨年はなでしこ3期が出てきました。で、3期は本当にですね、こう皆さん方にこう市民の皆さん方に相当認知をされてきたなっていう形でございます。で、今年から少しこうお祭りの趣を変えていただいて、商店街さんとこうインプですかね、タイアップする形で、各3ステージ、街中で、音楽祭をやっていただいています。という形でですね、皆さんと協力をいただきながら、あでやかな祭りになるように今後も期待をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当におめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.
でしこの風に揺れてる花びらに癒しをもらう我が城下町。もう一回。なでしこの風に揺れてる花びらに癒しをもらう我が城下町。はい、ありがとうございます。ドロナナさんお願いします。さつばれ、さつふゆきし、乙女子の花かんざしはなでしこの花。さつきばれ、そでふりいきし、乙女子の花かんざしはなでしこの花。あと一人、伊藤由紀さんお願いいたします。百選の城も木綿もなでしこも町の誇りに暮らす楽しさ。百選の城も木綿もなでしこも町の誇りに暮らす楽しさ。はい、ありがとうございます。では届きますでしょうか。先ほどちょっと読んでいただけですので綺麗に読んでいただきましてありがとうございます。どうもありがとうございます。そしたらセレモニーは以上で終わりでございます。今日一日このなでしこ祭り、そして商店街のお祭りを楽しんでいただけたらと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも、あの、冗談、お忙しい